ネルソン・アントニオ・アエドバルデスは、パラグアイ出身のサッカー選手。リーガ・パラグアージャ・セロ・ポルテーニョ所属。ポジションはフォワード。ベルダー・ブレーメン在籍時にブンデスリーガとドイツカップのタイトルを、ボルシア・ドルトムント在籍時にドイツスーパーカップのタイトルを獲得している。2009年9月9日、2010フィーファワールドカップ、南米予選、アルゼンチン戦でゴールを挙げ、 パラグアイの FIFA フフワールドカップ出場を決めた。2010年8月17日、リーガエスパニョーラのエルクレス CEF と3年契約を結んだ。一石金は400万ユーロ程度と見られている。9月、カンプノーで行われた FC、バルセロナ戦で2得点を挙げて、大金制に貢献した。二千十から十一シーズンは、リーグ戦試合に出場して得点を挙げたが、 エルクレスはセグンダ・ディビシオンに降格した。2011年8月13日、ロシアプレミアリーグの強豪 FC レビン火山に3年契約で移籍をした。移籍金は400万ユーロ。2012年8月16日、スペインのバレンシア CF に買取オプション付きでレンタル移籍した。2013年の夏、あるジャジーラクラブに移籍した。 2014年1月30日、ギリシャのオリンピアコス FC に延長オプション付きの半年契約で移籍した。2014年7月29日、アイントラハとフランクフルトに移籍し、4年ぶりにブンデスリーガに復帰した。2015年8月7日、シアトルサウンダーズ FC に特別指定選手として移籍。8月16日のホームでのオーランドシティエスシー戦で、 移籍後初ゴールを決めた。2016年の MLS、レギュラーシーズンでは24試合に出場したが、一度も得点はなかった。しかしノックアウトラウンドのスポルティングカンザスシティ戦で、先発出場し試合終了間際の88分に、得意のヘディングによる劇的な勝ち越し弾を記録。続く、MLS カップ準々決勝の FC ガラスとの一戦でも、先制ゴールを挙げ、 クラブ初の MLS カップ優勝に貢献した。ありがとうございます。